皆さん、こんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is transcript in Japanese and English on my website. のテーマは運動についてです。皆さんは毎日運動をしていますか？ジムに通ったり、ウォーキングをしたり、あとはバイクもいいですね。何かしら運動をしていますか？私は毎日散歩をしています。だいたい30分くらい歩いています。で、近所に公園があるので公園の歩いています。公園を歩くのは木がたくさんあって自然の中を歩けるからです。これが、道路沿いだと違うんですよね。やっぱり公園を歩くというのが毎日私がしていることです。運動はとても大事です。体の健康だけでなくメンタルの健康にもとてもいいです。私は前まで運動をしていませんでした。在宅勤務をするようになってから運動を始めました。散歩に行き始めてからとても変わりました。まず毎日気持ちがすっきりしています。心がモヤモヤする日も散歩に行くと気持ちが軽くなります。自然の中を歩くというのは私にとってメディテーションの一つです。頭の中が混乱していてもすっきりと、そして考えていることを整理することができます。散歩じゃなくても雨の日は家でダンスのエクササイズをしています。それでだけでもとても気分がすっきりします。皆さんは運動をしていますか？それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。I have an online community for Japanese learners. If you want to join a Japanese community and make friends who are learning Japanese, come join us. And I made a Japanese speaking textbook. If you want to learn daily natural Japanese conversation, it's definitely for you. Every phrase has audio, so you can improve your listening and pronunciation as well.Also, if you enjoy this content, please consider donating as a way to support me. Check the description box. じゃあ、またねー。